どうも、なおちんです。ドラゴンボールカカロットやっていきます。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツ、そして10年後でレベル300まで上げることができました。レベル200までは結構簡単だったんですけども、200から300がなかなか難しかった。4時間ちょっと時間がかかりましたね。でもレベル300、これはかなり戦力差があると思うんですけども、どれぐらいの戦いができるのか、ウーブと戦ってみます。始まります。よし、やっぞ。それではレベル300の悟空対119のウーブです。あ、うわ、いや、うん、すごいダメージ与えれるには与えれるけど、あ、こんなもんか。戦力差はもっとなんかワンパンツーパンで簡単に倒せるもんかと思いきや、全然違うわ。意外と耐える。お母さんも、うんこされじゃない。う、嘘だろ。すごい木だ。よし、本気になったウーブですね。ちょっと待って、あの、え、攻撃ができない。まあいいや、ちょっと食らっとけ。ダメージもまだ全然1ではないけどね、大したことはない。ちょっと待って、ちょっと待って、攻撃できねえぞ。なんだろう、攻撃が全くできない。回避もできない。ジャンプはできるんだけど、あ、なんかバズが発生するのかな。攻撃ができなくなります。レベル300でいくと。あ、今2回目の挑戦してるんですけど、やっぱり何もできない。どうだ、あ、やっぱりか、やっぱりか。3回目4回目もこの不具合が起きて、今5回目なんですけども、やっぱりダメだ。うん、やっぱりレベル300になって挑むと、不具合が起きて攻撃ができなくなりますね。うん、どうしても攻撃が出ない。このジャンプしか出なくなる。うん、なのでこれ終わらせるには、これやり直すっていうのがないんだね。なので敵からやられるか、リセットするしかないので、かなり時間がかかります。まあやられるにしても HP 高すぎるからやられないんだよね。うん、なんでリセットっていう方法になるんですけども、時間がかかります。まだ攻撃できないもんね。なのでレベル300まで上げた方、注意してください。何か不具合が起きて攻撃ができなくなりますので、はい、注意してください。なんかこれを止める方法があればいいんですけども、今のところちょっと分かっておりません。はい、注意してください。なんかこういう感じで終わるつもりはなかったんですけども、まあ、地上バトルはそんなに戦力差は生まれないっぽいです。なんか2パン1パンで倒したかったんですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。